台湾グルメといえばゾロ。どうもゾロです。はい、今日はですね MRT 台電ダーロータイパワービルディングの3番出口から徒歩 3,4 分ぐらいですかね。台湾人は商店街で何を食べるのということで、台湾の古びた商店街の奥の奥、三つ星の商店街屋台飯に行きたいと思います。はい、というわけでね、ここが MRT のね台電ダーローですね、タイパワービルディングの3番出口ですね。ここちょっと階段しかないんですけども、ここの階段をトン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 って登ってきたら、左のねこっちの方に曲がります。今日はここからね歩いて 3,4 分ですね。じゃあ今日もお店までね、僕と一緒に台湾の街を散歩してる気分になっていただけたらなと思います。じゃあ今日も明るく楽しく元気よくやっていきたいと思います。ちなみにここのね MRT のね台電ダーロータイパワービルディング駅は、台北の中心地台北から4つ離れた駅になるんですけども、この辺はねなんかイメージとしてはこう学生が住む街かなみたいな感じですかね。そのスダイエスっていうのかね、あの師大大学、スダダーシュエか、師大大学、あ、師範大学、ごめんなさい、師範大学っていうのと、で、台湾大学っていうね、台湾の東大みたいな言われてる台湾大学、そのちょうど間に位置する駅なんで、なんか学生さんがね、この近辺にたくさん住んでるイメージで、まあ観光客の方はね、あんまり来ることないエリアなんじゃないかなって思います。だからこそね、なんかこうマニアック好き、ローカル好きな方には今日紹介するお店たまらないんじゃないかなって思うんで、皆さん今日も最後までゆっくりリラックスして楽しんでいただけたらなと思います。そして今日は食後にね三つ星をつけてる、この近辺に来たら今日今から行くお店と一緒に絶対セットで行ってほしい三つ星のね超絶品のかき氷屋さんもあるんで、皆さん楽しみにしてください。はい、というわけで今そっちがね MRT の台電ダーロータイパワービルディングの3番出口からそっから来たんですよ。ここもうほんま歩いて30秒ぐらい。そしてここドーン、これみんな見て、このいぶし銀な、この商店街真っ暗ですみたいな。あ、もう全部閉まっちゃったかなね、もう何時に閉まるのか分かんないけど、ちょっと閉まっちゃいましたけど、ちょっとこの薄暗いねここに入っていきます。ここはね龍泉市場っていうのかな、商店街ね。今日のほらタイトルになってるから、台湾人は商店街で何を食べるのっていうことなんでね、商店街のご飯屋さんなんですよ。皆さん見てごろ、この古びたね感じのね、いいでしょ、ザ台湾って感じでしょね。日本ではねこうもうなかなか味わえない感じの商店街やと思うんですけども、実はねここのね今から行く商店街の屋台飯、僕三つ星つけてるお店なんですよ。はい、今回ね撮影するの実は3回目なんですよね。初めて行った時は僕2つ星つけたんですよ。でその後も美味しいから何回かねプライベートでね散歩のついでにちょこ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 行ってたんですよね。でやっぱり美味しいな、やっぱり美味しいなと思ってて、2回目撮影した時にね、これは三つ星やと思って三つ星にね昇格させたんですよね。はい、もうそれももうかれこれね1年半以上前、もう下手したら2年前ぐらいになるかもしれないんですけど、だからそれからまあまあそれからプライベートでちょこちょこ行ってるんですけどね、今から行くとこ皆さん味にブレがなくてね、いつ行っても何回食べてもうまいんですよ。だからあの今回もねきっとちゃんと美味しいと思います。そしてなんかね僕は見たことないんやけど、日本と台湾が頑張って作った協力して作った日台ドラマのルーっていうね、ローって書いてルーエクスプレスみたいなやつのなんか舞台になったっていうのでね有名らしいんですよね。僕は見たことないんですけども、まあまあ台湾のねそのマニアックな方とかはご存知だと思います。台湾旅行初心者の方もね、台湾旅行初めてでこんなとこ来たのよく知ってるねみたいなね、よく知ってたねみたいな感じにね言われるお店が、まあそういうね、そういうお店がこれです。ここは
はい、というわけでね、ここが皆さん台湾人はね商店街で何を食べるのということでね、もうこれ僕もね行きつけにしてる、もうよく来るね台湾の三つ星の商店街の屋台飯にやってきました。やばいでしょ、この奥の商店街の奥の奥の奥にこれボーンってあって、でここ夕方からしか開かないんですよ。昔は昼もやってたんですけど、でここも こっちでも食べれるんですけど、もうお客さんいっぱいでいつもね行列できるんですよ。今ちょっとねもうめっちゃほんま4時オープンなんですけど、開いたばっかりに来たので、はい、で注文するときはここにね最短ってメニューがあるんでね、ここ皆さん取ってください。はい、で僕はね注文の仕方とか、僕初めて来た時ここで食べたんですよね、めっちゃ狭いみたいな感じでね。2回目来た時食べたのがここやったかな、ここで。じゃあちょっとね食べさせてもらいます。はい、よし、じゃあここでね、めっちゃ良くない、このあそこら辺ゴミがブワーってあるけど、ここで食べるんですよ。もうこれぞ台湾ですよ。もう This is 台湾です、ほんまにね。はい、じゃあちょっとメニュー見ていきましょうか。はい、というわけでメニューはこんな感じです。これねもう皆さんちゃんと僕のおすすめ全部ね今日今から書くんでね、はい、まずねこのお店の看板メニューですね、このシェンウーチンタンというやつね。このね、あの味噌のやつもあるけど、僕味噌は注文したことなくて、でもこのねチンタンって言ってね、塩スープの方絶対注文してほしいんですよ。それ理由は後でちゃんと言います。はい、これが一つでしょ。でここねみんなルーローハンがめっちゃうまいんですよ。台湾人のソウルフード、豚のトロトロそぼろ。うわ、これみんな見て、久しぶりに来たらさ、僕ここの上に乗ってあるのこのウーソンって言って魚のヒゲって書くね、デンブみたいなやつ、あれが乗ってるのが嫌やったんですよね。嫌やったんです。で、ちゃんと書いてくれてるね。だからこれブーヤウーソンって言ったら抜いてくれるんでね、皆さん嫌な人は抜いてください。僕こう嫌なんですよ、これあるの嫌なんで、抜きますわ、抜いてもらいます。後でねブーヤウーソンって言って言えば抜いてくれるんで。でルーローハン注文したら、これね煮卵は絶対注文しないとダメなんですけど、煮卵これね、これ皆さんルーダンって書いてるやつ、これね、はい、これですね、はい。でほんま僕いつもプライベートではこの魚のスープとルーローファンと煮卵もこれだけしか注文しないんですけど、今日はねせっかくなんで撮影なんで、このパイツァイル、白菜の煮物ね、これももらいます。そして一品でこのねハウツージーローって言ってね、鶏肉多分ガン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 って切ってもらったやつだと思うんですよね。はい、これちょっともらいますわ。はい、もも肉の方がいいかな。ジートエってもも肉なんですよ。もも肉、いやまあいいか、普通のやつにしますね。あーでもな、どっちも骨ついてんねんな、どっちも骨ついてるんよね。まあまあいいでしょう。じゃあちょっと鶏肉にします。はい、じゃあこれでいきますわ。いぶし銀でしょ。前は、以前はここにね、コロナ前まではここにおかずがずらーって並んでたんやけど、コロナなってからちょっと置かなくなっちゃったみたい。ワンちゃんがここに入っております。ワンちゃんがここに入ってます。かわいいですね。はい、あ、お願いします。はい、谢谢。お支払いはさっきですね、リャンパイウスコアやから、はい、ちょうどね、1250円ぐらい2やかな。はい、前ね、すごいね、2回目の撮影の時ね、めっちゃフレンドリーなおばちゃんおったんですよね。 おばあちゃんかな。ありがとう、谢谢。はい、というわけでね、台湾人は商店街で何を食べるのっていうことでね、台湾のね古びた商店街のね奥の奥の奥のどんつきにあるね、僕もね過去に三つ星をつけてる、僕もね行きつけにしてる台湾の商店街の屋台飯にやってきました。はい、みんなごめん、ちょっと大波乱やわ。まずねこのねルーローハンですね、台湾人のソウルフード、豚のトロトロそぼろご飯なんやけどね、言うの忘れた、ブーヤウーソンっていうの忘れたわ。これはこのね、なんか伝部みたいなやつがこれ乗ってるんよ、これ僕あんま好きじゃないね。まあまあでも逆に良かったね、こういうのが乗ってるよってこう皆さんにお見せできたからね。見た目でわかるじゃないですか、これ苦手とか苦手じゃないみたいなね。僕このフレークがこう口に残るかあんま好きじゃないんですよ。だから嫌な人はブーヤウーソンって言ってね、ここにまあ字幕出しとくんで言ってください。そしたら抜いてくれるんでね。はい、ただルーローハン、ここのルーローハンめっちゃうまいんですよ。八角とかそういう中華圏の癖とかも全くないんでね。はい、でこれがここの看板メニューのシェンウーチンタンですね。魚のスープなんですけど、これね
これ本当に残念なんやけど、今日これ初めてなんやけど、鮭サーモンになってる。こんなん初めて、僕もう何回も来てるんやけど、いつも深海魚なんですよ。深海魚が入ってるんやけど、何の深海魚か知らんけど、それがめちゃくちゃうまいんやけど、これ今日サーモンやね。これちょっと残念。いやー初めてですわ。はい、まあまあまあ仕方がないね。うん、でごめんなさい、これルーダンですね、煮卵ですね。このルーローファンと一緒に食べるやつですね。はい、ルーローファンと煮卵一緒にセットで食べると美味しいです。はい、でこれが初めて注文したハウツージーローですね。鶏肉切ったやつなんですけど、すごくね、お母さんが持ってくるとき、美味しいよって、日本語で美味しいよってこう言ってきてくれたんですけど、やっぱ骨がねちょっとがっつりついてる感じがしますね。はい、そしてこれがねルーパイツァイですね。白菜の煮物なんですけど、これ初めて食べた時食べたんかな、めっちゃくったくたやったんですよ。今日もくったくた、ただ干しエビ入ってたような気がせんでもないけど、ちょっと覚えてない。よし、じゃあちょっと食べていきましょうか。まずはね、この問題のね、これが岩盤名物のあの深海魚のスープなんやけどな、なんでサーモンなんやろね、わかんない。じゃあちょっとスープいただきます。見た目ねめっちゃ薄そうでしょ、でもねめっちゃ美味しいんです。ここいただきます。めちゃくちゃうまいわ、やっぱりみんなめっちゃうまい。よかったよかった、サーモンやから、サーモンやから味落ちてたらどうしようと思ったんやけど、美味しい、ちゃんと美味しい。ただ深海魚と違うから、サーモン独特のね、サーモンの味がちゃんとするわ。深海魚の時はちゃんと深海魚のね、もう魚みたいな、もう魚のエキスがね、もうギョって凝縮されてます、魚だけになみたいな感じなんですよ。これはもうサーモンのエキスがねギョってね凝縮されてます。もういいか。はい、で見た目ね、こんなにね薄そうに見えるじゃないですか。台湾のスープっていつもほらお湯通り越して水みたいに薄いって言うじゃないですか。そんな見た目してるんだけど、ここのねめっちゃちゃんと塩味が効いてるんですよ。うまい。これはサーモンはサーモンでうまいわ。で針生姜が結構たっぷり入っててね、針生姜の風味もちょうどいいね。うまいわ。これは美味しい。じゃあちょっとこのサーモンいってみましょうか。骨がいっぱいついてるのがちょっと嫌やなって思う。あの深海魚のやつやったら骨全くついてないんですよね。はい、じゃあいただきます。うん、あでも新鮮やね、めっちゃ。あ、美味しいわ、やっぱりこれサーモンでもうまい。サーモンでもうまい。ちょっと骨ついてるのがめんどくさいけど、今のこの花火の部分やから脂身もね、サーモンの脂身もあってうまい。やっぱここうまいわ、やっぱみんなここうまいわ、美味しい。じゃあ次はこのルーローファン行きましょうか。台湾人のソウルフード、豚のトロトロそぼろご飯ですね。はい、ちょっと魚の伝部のウーソン乗ってるけども、はい、まずはこのウーソン乗ってないとこいただきます。美味しい。ルーローハンもやっぱちゃんとうまいわ。さっきも言ったみたいに、ここねバージャオって言うんですけど、八角全然入ってないんですよね。それが僕は好きなんですよ。あのもう個人的にね、あの八角がないと台湾らしくないっていう人はちょっと物足りないと思うんですけど、僕は結構癖が強いやつがあんま好きじゃないので、ここの甘辛くてね、醤油辛い甘い、ちょっと甘めでね美味しいんですよ。よく煮込まれてて、脂身トロトロとそぼろもね混ざったタイプなんですけど、はい、ただやっぱりこのね、僕はこのウーソンは抜いてほしい。やっぱちょっと歯にちょっと残る。うまいんやけど、このほんまちょっとウーソンだけがほんま抜いてもらえばよかった。
忘れてた、ほんますっかり忘れてた。米の炊き加減もねめちゃめちゃ抜群にうまいですよ。ここちゃんとガス火で炊いてるんです。ちょい固めで美味しいんです、はい、じゃあね皆さん、久々やね、久々やね。煮卵ね、ルーダンって言います。ルーローハンと煮卵はこれもう絶対一緒に食べないとダメなんですよ。決まってるんですよ、ルールなんですよ。僕が生まれるはるか昔からに、ね、いただきます。美味しい。やっぱりね、ルーローハンには煮卵。で、このでもね、煮卵、この煮卵は若干ちょっとうっすらね、バージャオですね、八角の風味がうっすらしてますわ。こういうのルーウェイって言って、台湾風の小の煮物ってね、だいたいこうちょっと八角が効いてるんですよ。ここのやつもちょっとだけ、でもほんまちょっとやわ。これは多分多くの日本人はいけると思う。八角絶対無理ですって言ったらちょっと厳しいかもしれないですね、はい。じゃあ次はお店のお母さん一押しのハウツージーローですね。ハウツーっていうのは美味しいという意味やからね、美味しい鶏肉ですよっていう意味やからね、美味しいんでしょう。じゃあいただきましょう。もうね、これ見て、もうこのさ、持った段階でさ、ものすごい大きな、めっちゃがっつり、ほらすんげえ骨ついてるわ。この骨がな、食べにくくて嫌なんですけども、いただきます。冷たいんやね、冷たいんや。冷蔵庫に入れてたぐらい冷たい。常温じゃないんや、冷たい。うん、骨が、うん、そうやな。あ、でも鶏肉自体はすげえ味があってうまい。うん、何やろ、ちょっと地鶏っぽいね。地鶏みたいな弾力があって、鶏肉自体になんか旨味がすごくあるわ。確かにこれはうまいね、うん。半生姜があるのもいい。半生姜、あ、これちょっと下の方さ、冷蔵庫でこれ冷やしてるんや。これゼラチンみたいな、鶏のあの皮のやつがこうちょっとゼラチンになってゼリーみたいになってる。そうやね、美味しいけどね、美味しいけど、これやっぱちょっと僕骨嫌いやからな。うん、うまいね。うん、まあ個人的な意見やけど、わざわざこう注文するほどのものではないかな。うん、やっぱりここはこの魚のスープとこのルーローハンが、うん、とあの飛び抜けて美味しいし、この2つが僕は三つ星なので。そうやね、うん、ちょっと骨ないとこないのかな。あ、ここ、あ、ここ骨ないかな。あ、ちょっとある。うん、逆に骨が好きな人いてるじゃないですか、骨をこうしゃぶるのが好きみたいな。そういう人はこうたまらんのじゃない。鶏肉自体のうまみがすごいから、なんかいい鳥使ってんのかもしれないね。なんかわかんないけど、その野生の鳥みたいな。うん、まあまあ、そうやね、うん、確かに味は美味しい、うん。じゃあこれね、ルーパイツァイですね。これも最後ですけども、白菜の煮物、めっちゃくったくたですね。これは日本人も好きなやつやと思いますよ。すげえくったくた。いただきます。うまい、みんな。ルーパイツァイめっちゃ美味しいわ。マジでくったくたやわ。そして干しエビの風味なかったわ、うん、覚えてないもんやね、干しエビ入ってないわ。いや、僕エビアレルギーなんですよ。で、干しエビがちょっと苦手なんで、こういう白菜の煮物って、台湾の白菜の煮物ってほんま十中八九干しエビが入ってるんでね、できついとこときつくないところがあるんですけど、ここ全く入ってないというか、めっちゃくったくた。うん、美味しい、うまいわ。これほんまくたくた具合で言ったら
台湾1、2位を、台湾全土1、2位を争うかもしれないね。それぐらいもぐったぐた、うん、うんうんうん、美味しい。これはちょっと魚のスープ、ルーローファン、煮卵、白菜の煮物、この4点セットがいいかもしれません。はい、じゃあね、これさっきね、僕ね、このシェンウーのチンタンって言って塩スープにしてほしいって言ったでしょ。味噌じゃなくて塩スープ、それを今からね、なんでかっていうのをちょっとお教えしますね。これ本当はね、中が深海魚の場合なんですけど、これ今日はサーモンやからどうなるかわからないけど、ここわさび醤油言ったらくれるんですよ。でこのわさび醤油とつけて食うたらマグロの刺身みたいになるんですよね。それをちょっとね、あの今からやりますわ。あのわさび醤油ください。うん。あの日本語でね、わさびって言えばちゃんとわさび醤油くれるんで、ね、はい。じゃあちょっと待っときましょうね。はい、ありがとう。ありがとう。ありがとうございます。醤油、わさび醤油入れてくれました。ちょっと見せます。ほら、みんな見て、もう日本人にはおなじみのこのわさび醤油ね。これがね、最高なんよ、みんな。これがね、最高なんですよ。ね、わさびちょっと溶いて、ね、わさびちょっと溶いて、ちょっと溶いて、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 で、ここにね、ほんま深海魚やねんで、ほんま深海魚なんやけど、今日はサーモンやからね、はい、どこ行こう、この脂身の部分行こうか、ね、この脂身の部分、これをつけて、わさび醤油にたっぷりつけて、行ってきまーす。行ってらっしゃい。めっちゃうまい、みんなめっちゃうまいわ。サーモンでもめっちゃうまい。これね、深海魚でやったらマグロの刺身みたいになるって言ったやんか。サーモンの刺身みたいになった。そうだからね、僕いつもプライベートで来た時はごめん言うの忘れた、これ台湾って言ってね、白ご飯も一緒に頼むんですよ。でルーローファン食べた後に白ご飯とこのね、わさび醤油にその深海魚つけてマグロの刺身みたいにして食べるんですよ、いつもね。いやめっちゃうまい、サーモンすげーうまいな。これちょっと骨取るわ、まずね。サーモンの刺身みたい、マジで。これね、醤油がちょっと甘いんですよ。これたまり醤油みたいな感じで、日本のたまり醤油ね、たまり醤油ってちょっと甘いでしょ。たまり醤油みたい、ほんまマジで刺身醤油なんですよ。だからサーモンの刺身やこれね。うまっ。うん、からの、からの、うん、いやこれちょっとルーローファンのさ、醤油が邪魔しちゃって、サーモンの刺身が引き出されない旨味が、やっぱり白ご飯の方が絶対いいわ。うん、いやこれはうまいな。サーモンになってたからちょっとかなり心配したんですけど、うますぎる。このわさび醤油がほんまにうまい。うわうま、うん、脂身んとこね、脂身んとこ、うん、うん、うん、よかった。みんな変わらずうまいわ。やっぱりここ何回来てもうまいわ。ちょマジでほんまさ、魚が変わったのが驚きだけど、うん、深海魚の時とサーモンの時があるっていうのが分かっただけで、しかもどっちもうまいっていうのが分かったから、よかったね。ただサーモンの時ちょっと骨があるから食べにくいけど、うん、スープがねめっちゃうまい。ほんま生姜効いててサーモンの味がめっちゃ染み込んでる。うん、うまい。煮卵、うん、やっぱちょっと八角は口に入れた瞬間ちょっと八角の風味がする。うん、白菜、うん、白菜もやっぱうまいな。ちょっとなんか癖があるけど、何の癖ないのね。白菜かわかんない。サーモンわさび醤油、あマジでこれうまい。はい、あっという間に完食やね。うん、いやーやっぱりうまいわ。
この雰囲気もね、たまらんでしょ、ね、うん、日本では味わえない、台湾でしか味わえないんでね、ちょっと遠いけど、普通の観光客は来ないけど、だからこそ皆さんゾロの台湾グルメって感じなんでね、皆さんもよかったら来てみてはいかがでしょうか。はい、じゃあちょっとゆっくり食べてね。食べ終わったらさっきも言ってた、もう一軒今日はね、三つ星のかき氷屋さんがあるんですよ。すぐそこなんですよ。そこ行きたいと思います。そこも何回行っても三つ星です。はい、はい、というわけでね、ここが MRT の台電ダーローですね、タイパービルディングの4番出口ね、3番出口あっちなんですよ、さっき来たとこね。はい、3番出口のこっちの向かいのこの4番出口ですね。4番出口出たらそっちからぐるーっと回ってきてこうですね。はい、で今日ね、今から行くお店三つ星やから、ちょっと皆さんに絶対にたどり着いてほしいので、このままノーカットでね、道案内行きます。本当に絶品のかき氷が食べれますので、はい、まあ台湾でね、かき氷といえば、マンゴースノーアイスね、マンゴーかき氷、あのビンサンって言ってね、あの伝説のね、夏しか空いてないみたいな、半年、一年のうちで半年しか空いてませんっていうかき氷屋さんあるんですけども、それもまた概要欄 URL 貼っときますけども、あの大行列ができるでおなじみのね、はい、あの手作りプリンをトッピングしたら激うまでおなじみのあの瓶さんあるんですけど、そこもちろんね、もう本当にめちゃくちゃうまいんやけど、そこと今から行くところが、僕はもう台湾の中ではもうこの二大巨頭かなって思ってる。ジャンルは違うけどね、ジャンルは違うけど、今から行くかき氷はなんかすごいおしゃれな感じなんですよね。すごいなんかおしゃれな感じなかき氷で、値段も若干ちょっと高いんやけど、いやもう信じられないぐらい美味しいんですよね。しかも何回行っても何回食べても美味しいのでね、今せっかくほら魚のスープとルーローファン食べて三つ星のねところなんで、そことセットで、せっかくわざわざこんなとこまで来たんやったら、そことセットでね、このかき氷はしごしてほしいなっていう思いがあるんですよ。あのゾロコースですね。いやなんかそのインスタグラムでさ、みんなあのゾロカツゾロカツって言ってハッシュタグつけてね、あのメンションしてくれたりとかするんですよね。最近ちょっとそのリメンションみたいなちょっとしなくなっちゃったんですけど、そうなんか他のなんかフォロワーさんたちがあんまりなんかそのリメンションばっかりするからさ、なんかもうそんなんばっかりでもうなんかちょっと嫌みたいな感じのあったから、もう一切しなくなったんですけど、僕はもう心の中でいつもねすごく喜んでおります。めちゃくちゃ嬉しいです。はい、いやーちょっと喋ることなくなってきたな、どうしようみんな。だいたいね、今のその台電ダーローですね、 MRT の台電ダーローのタイパービルディングと、そっちグティンって言ってね、固定駅っていうのがあるんですよ。そのちょうど間ぐらいかな、今から行くかき氷屋さん。まあどっちかって言ったら向こうのグティンの方からの方が近いのかな、うん、ちょっとわかんないけど、まあまあでもほんま似たような距離かな、半分ぐらいの距離やったんじゃないかなって思いますわ。はい、ちょっと喋ることがあんまりなくなってきたんですけども、どうしましょうか。あ、そうやそうやそうや、言うとくわ、さっきのさ、あの鮮魚スープね、あのサーモンが入ってるわって言ってたじゃないですか。でこう食べてて、食べ続けてたら分かったんやけど、普通の深海魚、いつも入ってる深海魚も入ってたわ。なんかなんやろね、深海魚だけじゃなくてサーモンもちょっと混ぜてたのかな今日は、分かんない、たまたまそうやったのかもしれないし、そういう風に変わったのかもしれないけど、まあどちらにしろね、めちゃくちゃうまかった。そしてその深海魚をね、わさび醤油つけて食べたら、やっぱりね、やっぱりマグロの刺身みたいになったから、みんなちょっと騙されたと思って、そうやな、一人やったらね、ルーローファンと白ご飯2杯食うのはちょっときついと思うんやけど、もしご夫婦とかね、カップルとか2人以上で行かれるんやったら、一人はルーローファン注文して、一人はパイファンって言って白ご飯注文してね、一回わさび醤油とね、白ご飯と食べてみてほしい。あの深海魚の時やったらマジでマグロの刺身みたいになるし、今日みたいにサーモンが入ってたらマジでサーモンの刺身と白ご飯みたいになるんでね、はい、めちゃくちゃめちゃくちゃちょっと衝撃受けると思うんで、皆さんで、特にもうやっぱあこスープがうまいわ、スープそのものがうまい。はい、でここですね皆さん、ここの交差点ファミリーマートが目印やったと思う。覚えてるね。そうほら、ファミリーマート、ここね、ファミリーマートのところをこっちの左に曲がります。そして左に曲がった、それです、それ。
さあというわけでやってまいりました。何回食べてもいつ食べても絶品の三つ星のかき氷屋さん、その名もかき氷としひさんです。日本人のね名前じゃないですか、としひってね。だけどオーナーさんはね台湾人らしいんですよね。昔なんか日本で修行した方らしいんですよね。ちょっとねおしゃれでしょ、めっちゃゾロの台湾グルメっぽくないおしゃれなお店なんですけど、ここめっちゃうまいんですよ。マジでめっちゃうまいんです。はい、見てください、めっちゃおしゃれでしょね。なんかリズム&ブルースが流れてますみたいな店内で、すげえおしゃれなんですけど、本当にあのめちゃくちゃうまいんで。メニューがねここにあるんですけど、日本語でね書いてましたよね。ほら、うん、うん、あ、オッケーオッケー。うん、あー、ね、こうめっちゃちっちゃいんやけど、ほうじ茶ラテとかね、レモン、じゃみかんレアチーズとかね、いちご、このいちごと3種のレアチーズがめっちゃうまかったんですよ前。今はこのいちごとヨーグルトがうまいんかな多分ね、おすすめなんかな。これトイチェン、シャオメイ、ヨーグルト、あのそうなん、え、これなんや、これかき氷、yeah. あ、本当、あ、じゃあかき氷ね、うん、じゃあちょっと、あ、いや、yeah, I will try this okay,、うん、sure. じゃあこのヨーグルト、はい、はい、参拝さん。いちごがさ、見てこれ、これが入るのかな、なんか白いいちごで高そう。そしてケーキもできるんやね、ケーキも作れるんや、あ、ありがとう、シェイシェイ。よし、じゃあちょっと待ちましょうか。みんなこれやね、なんかもうふわふわなんよね、ここのかき氷。こんなん食べたことないですっていうね、かき氷なんですよ。こうちょっとグッと押すとなんか入れて、あ、これ僕のじゃないけど、これ多分ほうじ茶のやつかな、人のお客さんのやつで申し訳ないけど。あー、これがうまいね、なんか今入ったでしょ、あれがうまいんですよ、やばいんですこれが。来たみんな、今の時期のおすすめのいちごヨーグルトやって、これもちょっと喋ってる暇ないわ、これ今ガクンってね、ガクンって今言ったから早く食べないと溶けるな。めっちゃおしゃれやね、この上の何やろうね。いただきます。何これ、ふわふわや、何やろう、美味しい、あの砂糖のふわふわみたいな、これ氷ね、うまっ、うまいわ、何回食べてもめっちゃうまいわ。うん、なんかね本当にあの雪みたい、シュエホアビンって言って雪花氷って言うけど、こう口に入れた瞬間マジでとろけるんよね、雪のように。いや、これ台湾の人さ、あの雪見たことないって言うやん、だからみんな北海道行きたいって言うやろ。あの食べれる思てんちゃう、ワンちゃん、ちょっとあの北海道の雪見たらこんな味する思ってんじゃない多分。いや、マジですごいわ、ふわふわやね、うん、うまい。これなんやろね、なんやろね、うん、ちょっとね、でもこれ砂糖やな、すげえ砂糖の味がする。メレンゲかな、メレンゲちゃう、メレンゲやわ多分ね、うん、うまっ、いちごヨーグルトやから、このシロップがね、あのヨーグルトの味がねするわ、ややちょっと酸味があって、うん、うん、うまい。ちょっとこの上は、上なんやろね、見てもこのおしゃれなね、ほんま男一人で来るとこちゃいますよっていうね。これちょっとこの上の、これ いちご、いちごかなこれね、いちごとこの、これなんやろね、これ何なんやろね、このふわふわ、落ちそうやね、落ちそうやね、じゃあこれちょっとね落ちそうやね、今落ちた、崩れた、崩れちゃったよ、崩れちゃいましたね。あ、ここで止め、ここでせき止めておきます。じゃあこれでちょっといただきます。うん、これは
ホイップクリームやね。生クリームやわ。わ、めっちゃ上品なホイップクリームやね。あの、なんだろう、いい生クリーム使ってるのがわかる。めちゃくちゃいい生クリームをホイップしてるわ。はい、これなんか、これちょっとかけてって言われたんで、あ、結構なあれやな、練乳かな、練乳っぽい、練乳や。あ、甘い、甘いけどうまい。この生クリームがね、ほんまうまいわ。うん、そこにあのケーキ置いてあってん、多分特別に言ったら作ってくれるんじゃない。ケーキ作ってもらったら美味しいと思う。生クリーム美味しいから、生クリーム良かったらケーキうまいから、ね。うん、下の方になんかめっちゃチーズ、チーズじゃない、いちごめっちゃ入ってる。全部かけます。かけすぎ、これちょっとかけすぎたな。見て、真っ白になっちゃった。見てほら、練乳かけすぎて真っ白になっちゃったわ。でもめっちゃ甘ったるくなっちゃったんじゃないこれ。ちゃうもんね、はい、やっちゃった、やっちゃったよ。うん、でもうまいわ。でね、これね、一番下にさ、ミルクのパンナコッタ入っとるんよ。それがまたうまいね。ちょっと出てきたらまた言うわ。ちょっと分かりづらいとは思いますが、ここにね、パンナコッタが入っております。ちょっと崩れちゃったね。ほら、パンナコッタ、このね、パンナコッタがねめっちゃうまいよ。ここまたね、いただきます。うーん、うまい、パンナコッタうまい。前はちゃんとね、こう形、プリンみたいな形やったんやけど、これ多分わざとぐちゃぐちゃに崩して入れてるんやろね、新メニューやから多分ね。うん、うまいわ。うん、ちょっと急いで食べたら頭キーンってなるから、かき氷やからね。ちょっとゆっくり食べて、食べ終わったら今日はあっちのね、商店街の奥の奥のあっちの屋台飯がメインなんで、あっちのまとめ行きたいと思います。ごめん、言うの忘れた。ここはね、もちろん今回もね、三つ星です。はい、もうこのチャンネルの審議にかけてね、自信を持っておすすめします。はい、というわけで今回の動画がね、少しでもね、役に立ったな、面白かったなと思っていただけたら、ぜひチャンネル登録とね、グッドボタン押していただけるとめっちゃ嬉しいんでね、よろしくお願いします。世界一の台湾グルメ情報チャンネル目指してこれからも頑張っていきますんで、まずはチャンネル登録10万人、ぜひあなたの応援よろしくお願いします。というわけで今回ももちろん三つ星、三つ星、三つ星。このチャンネルの審議にかけて自信を持っておすすめします。